じゃあ、じゃあ今日はね、ちょっとシニア会って考えて、まずね、仕事のね、仕事のゴールをどこで持っていくのかっていうところを間違えると大きくね、ミスを犯してしまう。通常このゴールっていうのはどういうふうに考えるかっていうと、人間っていうのはね、この契約を考える。今ある契約でね、受注し、通常仕事っていうのは受注し、納品するってところが、受注し納品するまでがこう仕事になっちゃってるんですけど、今回の我々のゴールは受注、この契約に基づくっていうのはあくまでも形式で、実質ってどこかっていうと、顧客が満足するってところが重要で、で満足っていうのの顧客満足は何によって表されるかっていうと、これが2つあるな。1つは満足してるから、単価がアップするか、ね、売上アップ、客単価がアップするか、もしくは他のところを紹介してこれは、質的な増加と量的な増加を、つまり我々の、仕事の最終のところっていうのは顧客の、ね、単価アップ、それからもしくは紹介のところまで行かないと仕事が完了してない。で我々毎月、ね、月次でお客さん訪問しても月次で、試算表を納品しました、以上、ここで終わらせちゃう。ここの次に来る工程は満足してるか、満足っていうのは相手の主観的なもの、主観的評価は、このような、客観的な指標によって、客観的指標によってしか相手の主観的満足は検証ができない。客観的指標っていうのは我々の、ね、客単価、客当たり売上、ね、顧問で言えば客当たり売上、年間売上がアップするか、量的に他を、紹介してもらうのか、ここまで行って初めて仕事をやっている。だからここがね、小田都式なんだ。小田都式っていうのはここまでやったところが、小田都式の仕事のやつ。小田都式は納品で終わらない。でなんで小田都式っていうのがここまでできたかというと、小田都の営業スタイルっていうののベースになっているのが保険の営業なのね。彼らは保険屋の営業スタイルをものすごく研究した。で保険屋の、営業っていうのはどういうものかっていうと、受注し契約書を交わすと、保険屋っていうのはね、受注し契約書を交わした段階でサービスの納品っていうか完了しちゃってるの、保険って。そうするとその後のフォローアップっていうのは、保険屋さんっていうのは必ず既存顧客からの紹介でしか売り上げって伸ばせない。保険屋が既存顧客に、まあ、定期訪問しますは全てフォローアップっていうのは営業活動なの、彼らと。つまり我々が何かをサービスするっていうのは、ね、月次顧問でサービスをしましたっていうのは、それをまず我々営業活動だって定義づけしてるのかな。で今後今の我々のサービスっていうのは全て既存顧客からの紹介によって拡大していくって方向性に行くわけだから、既存顧客の紹介っていうのは全て業務をすること自体を営業と我々見なしてたのか、営業のゴールっていうのは客単価をアップしてもらうか紹介をもらうこと以外に営業の成果って出てないわけだから、これがね、いわゆる作業員志向でやってると、契約に基づいて月次の試算表を納品しましたまでを、ここを主
仕事って考えると、あのお客さんの紹介も何でもない、ここまでが仕事っていうふうに保険屋と小里事務所の社員は考えてる。小里は 100% 新規紹介ってやらない、新規営業ってやらない、既存顧客からの増加しかやらないわけだから、既存顧客へのサービス提供は 100% 自分は今営業に行ってるんです。営業に行って満足してもらい、年1回の単価交渉と顧客紹介を受けて初めて仕事が完了すると。だからここまでを完了として見なせるかどうかってところのゴール設定に大きな違いが、ここがね、うちと小里の大きな違いだったなってところに今日ね強く気がついた。でここの違いがなぜかっていうと、彼らは保険営業っていうのをめちゃくちゃ研究したから、保険の営業で拡大するスタイルを完全にコピーして既存顧客からの、顧客拡大っていうものだけにフォーカスしたから、はい、ここまでなんか、質問ある？何？質問ある人？みんな何を持って自分の仕事と定義してたかで、客紹介を受けるか単価アップをするかまでやんない限り自分の仕事じゃないっていう風にまずね定義づけしよう。そして自分のサービス提供というのは実は 100% 営業行為だという風に定義し直せる。自分が契約に基づいて何らかの経理の作業をするとかっていうのを仕事だと思うな。ここに行って初めて自分の仕事が完了する。満足はこれによって測れる。この満足をするさせるっていうところにフォーカスしてるのは、これ営業活動なんだ。全て業務を遂行すること自体が営業活動の一環なんだっていうふうに業務を再定義せよ。でこれは小里がやってんのっていうところで、まず小里式を徹底的に我々も、まあ、やろう。でこれがじゃあどういうふうにするかっていうと、ここがね、一つはこの仕組みを作るためのモデルというのが、弾み車をどのように作っていくかと、まあ、これはビジョナリーカフェですね。弾み車、弾み車は私が作った弾み車です、ね、一番がまず顧客側の車輪、まず顧客満足側の車輪はどのようにこう動いているかというと、顧客満足側の車輪は一番こっちの方向に進もうとすると、こっちの方向に行こうとするとタイヤはこう回るわけだから、矢印こう回ってる、こっちの方向に顧客満足を、顧客満足をさせるために、まず一番目がね、まず私が考えているのは顧客の成長にフォーカスしていくと。そもそも我々のミッションというのは顧客の成長にフォーカスする、ね、自分たちの仕事の目的っていうのはあくまでも自分の成長とかじゃなくて相手の成長にフォーカスするってところで、相手を成長させるためには2番目が、規律を作り守るな、規律を作り守るってこと。規律は1番、2番、3番のね、与えたものが得たものであり、これは我々の規律であり、顧客に対してもだよね。で、全ては自分の問題だし、そしてそれが自らの成長、責任範囲を広げる。このね、規律を守っていくっていうところに次やろう。で、3番目がね、この規律を守り、3番目が、習慣化させる。習慣化させる、これを制度として、捉え直しましょう。
ここの規律を作ったらこれを制度にします。で4番目がね、これが、これによって、これがうちのね HRBC に、商品のところにくっつくの習慣化させる、この商品に。でこれが組織的な組織的成長、我々あの相手も含めた組織的成長を促し、そして5番目があの口コミ紹介という流れで、口コミ紹介から、まあ、まだ1番にこの目的のところに戻っていく、目的のところに戻っていく。でここのところ、組織的成長を促すから、これが成果の部分であり、成果っていうところが今度社員の方はどこにリンクしてるかというと、これがね、ここがスタート、規律を守るってところがこうスタートになり、次に規律を守るから、3番目としてこの規律が独自の文化を生み、独自の文化が差別化要因になり、この差別化要因が、差別化要因があるから高所得を生み、そしてこの所得が高所得がやりがいを生み、まあ、ここにこのやりがいを感じるからこの規律を守るというところに。でここの成果とね、ここの、高所得とここっていうのは、組織的な成長を図ることにより成果が出るってところが、ここの社員の高所得のところに結びつくような、まあ弾み車をどうやって作っていくのかっていうのが、まあ基本的なコンセプトになる。この規律を作り、守り、それを HRVC という単一商品にすることによってお客さんの成長を図る。このお客さんの成長っていうところが口コミと紹介のところにつながる。だからね、我々の仕事をしないといけないっていうのは、その弾み車をどうやってうまくこの作り込んでいくのかってところをやんないといけないなと思って。だから今はここの規律はまあ我々作ったんだけど、ここの部分で、商品力を磨くことでしょ。我々研究して磨き、相手の成長っていうところ、顧客の成果に結びつくのかってところをここから強く考えて、そして口コミ紹介っていうのを組織だってやらないといけない。でここでね、考えて口コミ紹介のモデルっていうのが、顧問の場合っていうのは売掛金のリストと買掛金リストとかさ、まあ我々お客さんのさ、売り先買い先っていうのは分かってるから、紹介してもらう先ってもうここなんだよね。もうリストっていうのは客が持ってるわけよ。紹介してもらう先っていうのはお客さんの決算書の明細を見れば、お客さんの売掛先もあるし買掛先もあるし、企業によってはそんな何百社ってあるわけだから、それが全部紹介してもらうためのリストなわけ。だからここのリストに対してもう我々も入手済みなわけだから、ここに1個ずつアタックする。お客さんに、これがじゃあどういうものかっていうと、顧客の成長っていうのは顧客の顧客を成長させていけば我々が一緒に、これって顧客との共同体になっているわけ。共同体としてお客さんのお客さんを成長させることによって、さらに顧客の売り上げも膨らんでいくわけだからさ。だからそういう意味では、売り先か、かけ先、買いかけ先っていうところをもうすでに顧問っていうのは我々リストがあるわけだから、そこにアタックをかけられるように、まあ顧客に断って紹介してください、もうそもそもあるわけだから、ここ1個ずつ紹介してくださいっていう形 で特に海外なんかはパーツとかっていうのはもうここの買いかけ先なんか廊下から
あのメーカーなんかで仕入れてるわけで、こういうところに行けば相手先っていうのはにそのお客さんの日系のところに販売してるローカル企業になるわけだから、そういうところにつながりのあるところから攻めていく。でここまでやって初めて仕事が完結するんだっていうふうに思ってないと、我々は納品して終わっちゃう。仕事をやってるつもり、そうじゃなくて顧客を成長させて満足させて口コミまで。でも口コミって具体的に言ってもどうやったら口コミしてもらえるのかっていうのは、売りかけリスト、買いかけリストをもう具体的に顧問なんだから持ってるんだから、そこを紹介してもらうようにやるという形で、ここもシステム化していけば無限にこれはお客さんが広がっていくわけ。無限、今うち新規ばっかりでやってるんでね、新規っていうのは帝国データに載ってる数しかいけないわ。でも客先のうちの顧問先の売りかけ買いかけっていうのはもう無限にあるわけ。1個お客さんが増えればそこから何百社って潜在顧客が増えていくわけだから、そこのリストが入手されちゃうわけで、住所も分かれば電話番号も分かれば担当も分かってるわけで、そこのところにアタックするようなモデルをシステムマチックにやる。でこれをやっていくためには、ここからここへのさっき書いたここね、成長、要は満足っていう、満足って何かっていうと、これ NPS だから、 NPS をこう高めることによって共同体として一緒にお客さんを成長させ、その先をの売り上げをアップさせるっていう方向にすれば、顧客も売り上げが上がっちゃう。我々のサービスによってその先顧客も上がり、その先もで、これをね強く我々は信じていけれるように、商品力を磨き、自分が勉強して一生懸命ここを研究し、自分がレベルの高いコンサルタントになっていくっていう。でだから原因は何かというと、自分が勉強し高いコンサルタントになり、自分がサービスすることによってお客さんを成長させていけば、自然とこうお客さんを紹介してもらえる。で紹介してもらう仕組みもちゃんと分かってないと、ただ紹介してくれる、具体的にリストあんだから、でこれを使うっていうのを強く私は今回意識してきたね。はい、あ、なんかみんなマスクもらった俺もらってないはい、質問ある人、ね、これちょっとさ、書いてあるみんなに見させて、ここをやるの、売りかけリスト、買いかけリストはい、質問ある人、何、高橋分かった、吉田分かったもん、はい、やれよ、はい、というわけで俺の話は今日これで終わり、ちょっと一個いいですか、はい、まあ、当然クライアント先もうちの顧客を紹介してもらいたいと思うと思うんですよ、ね、そうだね、はい、いいんじゃない、大した客いいどういうところに行きたい、はい、まあ紹介し合うのってあるよね、はい、だからああいうマッチングビジネスやってるのかな、小田君先生はだからこうクライアントを集めてなんかやってるよね、はい、それはそれでやってるよね、はい、ね、いいんじゃない、はい、どういうとこ紹介してほしい、はい、紹介してあげれば知ってくれるしね、はい、こっちはどこの客だって、はい、うちの客になりうるから、はい、向こうの商品で売れるところは何っていうのは、はい、だからそういうのはいいんだよ、そういうお客さん向けに、うん、うちのお客さんでやりたいところって、はい、ある程度の規模のところってみんなやってるじゃん、それから会員制クラブにして客金取っちゃってる、どうだったってマップ経由みたいにさ、うん、そこのところにうちの何百社のところにこれを出すにはいくらとかって会員にしちゃってるとかあったの、うん、マップ経由みたいな、うん、いいんじゃない、はい、はい、なのか、だからこれはね、要は作業する人っていう風に定義付けしちゃダメ、要はもうお客さんを担当しているのは全てここまで行って初めて自分の仕事が終わる、満足させて納品で終わらせたじゃダメな、作業する人っていう定義から価値を世の中に上げてね、
単価をアップさせるか、もしくは紹介してもらうかをまでやって、初めて自分の仕事が完了するんだっていうふうに、考えたらいい。で、その紹介リストは客が売りかけ先、買い取り先であるんだ。俺なの紹介できる先がないわけだ。もういくらでもある、いくらでもある。というわけでだね、これをシステマティックにやる。分かったらいいと。はい、何が分かった？これはNPSがまず高くないとお客様に紹介していただくのが、だから高くする、ウィンウィンになってるので、はい、まず高いところからやってくれるんだけど、低いところは高めるしかないよ、徹底的に、はい、ね、低いところは高め、高いところはだってそもそも NPS っていうのは紹介してもらうためのツールなんだからさ、高いところがね、上位2割の客が8割の客を紹介してくれるわけなんだからさ、まずはそこからいくんだけど、あと残りはどん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 高めていくしかねえんだよ。そうだから、これまでやろうと思うから、中途半端な仕事をしてちゃダメよ、既存顧客。担当するのはそれが営業だと思うから、徹底的に満足するようにサービスを提供する。その満足っていうのは紹介してもらって初めて仕事だと思うから、こまめにコンタクトを取って必ずそこから紹介してもらうようにする。分かった、分かった。というわけでもう俺の話は終わり、ね、さようなら。じゃあ月曜から管理してるな。